なので、お客様が納得できるような、これ、セリフを使えればですね、アイテムでこれ、やっぱそうした方がええのかなっていうふうに思って、これ、事実とは関係なくね、これ、商品売れたりするんですよ。そして、その雰囲気を作るこのセリフは、はい、どうも、迷った時は即決営業、営業大好き、たつみです。皆さん、営業の調子はいかがでしょうか？今日もしっかりね、営業力高めていきましょう。ということで、早速今回は、トップセールスが使う、制約率が爆上がりするセリフ5選というテーマでお伝えさせていただきます。今回はね、私もね、いろいろなトップセールスマンと働いてきましたが、トップセールスがね、めっちゃ使うこれセリフをね、5つこれピックアップしてきました。もしかすると、あなたが営業の現場で知らぬ間に使っている言葉があるかもしれませんよ。そしてこのセリフを意識して使ったら、あなたのね、これ制約率もね、爆上がりしていくんで、トップセールスになりたい方、売り上げやこれ制約率をね、上げていきたい方、そういった方はね、最後までね、ぜひね、チェックしてみてください。そして今日の動画これ参考になったなとか、また営業についてもっと勉強していきたいなって思った方は、即決営業の無料体験セミナーっていうのもやってますんで、私、辰巳もね、これやってますんで、ぜひね、顔を出していただけるとね、嬉しいです。それではこれ行きましょう。即決営業。それでは早速、トップセールスが使う制約率が爆上げするセリフ5選というテーマの1つ目なんですが、それはね、これね、皆さんです。これ皆さんですね。これはね、めちゃくちゃ使います。これ日本人はね、この横並びの意識や、協調性が他の国に比べるとね、これとても高くてですね、これ周りにね、やっぱ同調する人がやっぱ多いんですよ。自分自身の考え方とはちょっと異なってても、周りの意見やこれ行動に合わせたりするっていうのが日本人のこれ根本心理なんですね。これはね、社会で生き抜いていくためにこれ必要なことなんで、これいいも悪いもないんですけど、まあね、これやっぱ皆さんこれやっぱ経験あると思うんですよ。会議ではちょっと自分の意見とはこれちょっとちゃうなってこれ思っても、その場にいるこの周りがですね、これやっぱ大勢がでこう手を挙げるからですね。あ、自分も遅れたあかんって言ってこれ周り見渡して、これ自分も手を挙げた経験とかってこれ皆さんありませんか？またね、楽天とかで Amazon とかでこの商品これ良さそうやなと、口コミとかレビュー見てみたらもういいコメントめちゃくちゃ書いてるから、これ皆さんこれ買った経験あると思うんですよ。でもこれ逆にこの商品良さそうやなと思って、でこれ口コミ見てみたらですね、なんか全然ええこと書いてないなって、だからこれはちょっとやめとこうって、こういった経験皆さんこれあったりしません？とにかくね、日本人はねこれみんなやってたらねこれ安心なんですよ。だからこれ冒頭にねこれ皆さんってつけるんですね。そうするとね、お客さんこれ自然と安心感感じちゃうんですよ。例えばね、あなたがね、不動産の営業マンだとしたら、皆さんね、この家住んでもらってね、これ満足していただいてます。皆さんやっぱりこの家の作りがいいなって、やっぱり喜んでいただいてるんですよ。まあこんな感じですね。この皆さんって言葉は、お客様にこれ安心感を与える言葉なんで、ぜひね、皆さん営業の現場でね、使っていってくださいね。使えばね、使うほどあなたの制約率もね、これ絶対上がっていきます。それではね、これ二つ目ですね。これがね、これ事実としてです。これもまあね、こうめっちゃ使える言葉です。これ知っておいてほしいことなんですけど、人ってね、これ事実ではなくね、これ雰囲気で動くってことなんですよ。実は人ってね、あんまりこれ事実気にしてないんですよ。例えばこれどっかの会場で誰かの講演がこれあったとしましょう。誰か一人の人がこうやって拍手しだしたら、なんか周りの人もこれ拍手しだした。で、その拍手がこれね、周りにバーって広がり出すんですよ。このようにね、人ってね、これ事実ではなく、あ、この時はこういうことせなあかんねんなーって、これ無意識のうちにこれ雰囲気で判断してたりするんですよ。なのでお客様が納得できるようなこれセリフを使えればですね、相手もね、これやっぱそうした方がええのかなっていうふうに思って、これ事実とは関係なくね、これ商品売れたりするんですよ。そしてその雰囲気を作るこのセリフはこの事実としてです。例えばそうですね、あなたがね、これ保険の営業マンだとしてですね、これ事実として私の保険のお客様で100人中90人がこの人気の保険入っていただいてるんですよ。そしてやっぱりね、入ってよかったわってやっぱこれ言ってくれてます。他にはこれそうですね、事実としてこの商品は我が社で、ね、一番売れてる商品なんです。というこういった形で、あ、そういった事実があるんだと。それがなんかこう良さそうやなって思ってこれ購入に進んでくれたりするわけなんですね。またね、これ他社の商品と比べるときにですね、この事実としてこう使っていてください。他社の商品を落として自分の商品をちょっとよく見せようとすると、なんかね、営業マン自体がなんかやらしい営業マンにこれ移っちゃいますから、これその時にこの有効なのがね、この事実としてなんです。我が社のこの保険はですね、〇〇社の保険と比べるとですね、これね、お客さんこれ事実としてね、保険料も安くて保証もね、これ手厚いんですよ。こんな感じですね、ちょっとやらしさ消えるでしょ。だからね、トップセールスの人って結構自然に使っちゃってたりするんで、ぜひね、皆さんもね、今日の営業活動からぜひね、使っていってください。そして3つ目がですね、これがね、これ我々です。こう我々ですね、我々。トップセールスがこれ意図的に使うこれ手話はね、やっぱりね、我々なんです。もちろん初対面のお客様に対して初めからこれ我々とはちょっと言いません。
これってなんかいきなりしちゃうとなんか大変な感じに映っちゃいますから、そして不信感持たれるだけですから、トップセールスはね、これ適切なタイミングでこれ我々をこれ使ってます。例えばね、あなたが車の営業マンだったとしたら、我々ね、車のプロからねこれ言わせるとね、これめったに出てこない、これめちゃくちゃいい車なんですよ。我々のメーカーはですね、車は単なる移動手段ではなく、生活のねパートナーになることをこれ目指してるんですよ。こんな感じであくまでこう自然な感じでこれ使います。我々という言葉をこれ意識的にこれ用いることで、私は常にこれお客様の味方ですよっていうこれ安心感を与えれるわけですね。僕はですね、車がね単なる移動手段ではなくてですね、生活のパートナーになることをね僕目指してるんですよ。まあこんな感じで言われてもですね、まあなんか安心感とかなんかこう信頼感とかあんまないじゃないですか。やっぱりこれ全社の我々のメーカーはですね、車は単なる移動手段ではなく生活のパートナーになることを我々はねこれ目指しているんですよ。こっちの方がねいいですよね。これなんとなく皆さん伝わりましたか？安心感をしっかりお客様にこれ伝えることで、大きなこれ提案もねこれ聞き入れてもらえるようになるわけなんですね。主婦はね、僕とかで私になってる人はね、ぜひね意識的にね取り入れてみてください。女性の方はね、我々っていうより私たちとかの方がいいかもしれないですね。それではね、パパッとね4つ目いきましょう。この4つ目がですね、 A ではなくこう B なんです。まあこれですね、これはね言いたいことを強調したい時にこれ使えるセリフです。これね、クロージングの時とかに使いましょう。これね、自然に使えるとこれ名言っぽく聞こえて、これお客様にこれ刺さりやすくなるんですよ。例えばね、よくね名言とかにもやっぱ入っていて、イギリスの学者のダーウィンの言葉で、生き残るのは最も強いもの、賢いものではなく、変化に最もうまく対応できるものだとか、アメリカの脚本家のノーライフロンの、被害者ではなく人生のヒロインでありなさい。他にはですね、スティーブ・ジョブスの、最も重要な決定とは何をするかではなく、何をしないかをこれ決めることだ。まあこんな感じでやっぱ名言使われてるわけですね。なんかね、どれもね、めちゃくちゃいい言葉やったでしょ。この名言の共通点はですね、A ではなくこれ B なんですと。うまいことこれ対比させてですね、後の言葉を強調させるんですよ。だからね、これしっかり使えばお客様の心にグッとね、これ刺さりやすくなりますから、ぜひね、皆さんね、使っていってくださいね。例えば、あなたが保険の営業マンだとしましょうか。これはね、旦那さん、ご自身だけの決断ではなく、ご家族を守るこれ決断なんです。この保険はですね、単なる保証ではなく、今後の安心を買う保険なんです。これで単なる貯金ではなく、今後の資産を作ってくれるこれ貯金なんです。こんな感じですね。これなんとなく分かってくれましたか？なんか知らんけど、これ名言っぽく聞こえるでしょ？これちゃんとしっかり使えれば、お客さんの決断を促すことができますから、ぜひね、このセリフも使っていってみてくださいね。それではこれ最後の5つ目ですね。これはもう鉄板ですね。トップセールスが使う、成約率が爆上がりするセリフの5選のこの5つ目、最後ですが、これが何なのかというと、これがね、もうちょうど良かった。ちょうど良かったです。これはね、もうね、魔法の言葉ですね。例えばね、あなたがこれテレアポの営業マンだとして、もう今は忙しいねんってこれお客様に言われたら、ああ、それなら、マナさんちょうど良かったです。忙しい人にこそ聞いてほしいお話になってるんですよ。とか、その話も前にも聞いたわってこう言われたら、ああ、それならマナさんこれほんまちょうど良かったですわ。以前にね、その話聞いたわって人にこそ聞いてほしい内容に、これもまたなってるんですね。ああ、それならこれ社長に伝えとくわって言われたなら、ああ、それならば、ちょうど良かったです。私もね、ちょうどね、〇〇さんのところの社長さんに挨拶したいなと思ってたところなんですよ。なので、ぜひ一度、〇〇さんと社長さんと3人でこれお時間ください。まあ、どんなこと言われてもですね、これちょうど良かったですって言ったら、これ切り返ししていけるんですね。そしてね、これね、全然ね、実はちょうど良くなくてもですね、ちょうど良かったですってこれ言ってみたら、ほんまにね、ちょうど良くなってくるんですよ。面白いことにこれちょうど良くなってきます。我々営業マンのこれ態度によって、お客様の態度もこれ変わってきますから、言われたくないことをね、言われた時こそね、もう明るくね、わー、まるまるさんそれちょうど良かったですわ、ってこれね、ぜひね、使ってみてください。まあちょっとね、一回使ってみたらね、ほんまにちょうど良くなってくれる感覚、これわかると思いますわ。これね、魔法の言葉なんで、ぜひね、皆さんもね、鉄板のこれセリフの自分のキラーフレーズとしてね、これぜひね、使っていってくださいね。さあ、今回はね、トップセールスが使う、成約率が爆上がりするセリフ5選というテーマでお伝えしましたが、これね、すぐに使えるセリフばっかりやったでしょ。どのセリフもね、どの商品やサービスでもね、これ使えるようになってます。で、今みたいなワードをですね、皆さんこれ営業中にこれ何回ぐらい使えてましたか？こういった鉄板のワードをですね、これ皆さんこれいくつぐらい持ってます？私ね、これ数えたらね、100個以上ありますよ。これは嫌味とかではなくてですね、これ事実として多くの営業さんっていうのは、セルフというこれ武器を持たずにですね、営業というこれ戦場に出てるわけなんですよ。もうナイフ一本で皆さん戦場に挑んでるわけですよ。まあそのナイフ一本でね、売れてきた人っていうのはこれ相当なこの営業センスの持ち主です。でもそういった人ってこれ感覚で売れてる人ですから、これ事実としてやっぱりね、これ部下にはね、やっぱ教えれないんですよ。その感覚でやっていくっていうことはね、すごい素晴らしいことなんですけど、やっぱりこれ何
の再現性もないわけですし、だから、ね、やっぱり分かりやすく営業の成績に、ね、波が出ちゃったりするわけなんですよ。でまたやっぱ部下にお伝えするときに教えるときにこれ何も伝わりませんよってことなんですよ。ですから本日でお話したようにこれ現場でしっかり使えるような具体的なものじゃないとやっぱりダメなんです。そういった意味で言うとですね、この我々ね、これ即決営業とかですね、信頼関係ね、お客さんとこう強くするにはこう飲みに行ったらええねんとか、何回もねこれ顔を出すことが大切でね、もう何回もね顔を出しとったらね信頼関係でガチって結べるよとか、こういったね感覚的なものではなく、これ心理学とか脳科学を元にした再現性のある具体的な営業をこれ皆さんに我々即決営業はお伝えしてますから、やっぱりねどんな営業さんも分かりやすければ営業力を上げて、やっぱりね売り上げ上げてきてくれるわけなんですよ。でこれ聞いてね、確かになんか俺って感覚で営業やってきたなとか、全然こういった営業の勉強なんか俺全然してきてこなへんかったなって思われた方ですよ。これはね、まあ、ほんまにねこれもちょうど良かったです。私ね辰巳のねセミナーにね参加してみてください。理由がねちょっとねいろいろあるんですけど、 YouTube 上では言えないこともやっぱりねいっぱいあるわけなんですよ。これは言ったらダメとか、これはいいよねとか、私もねもっとねこの YouTube 見てる向上心のある営業さんにはもっともっとこう営業力上げて、やっぱ売り上げ上げていってほしいってほんまに心から思ってるんですよ。だから会社の枠からねもうちょっとはみ出そうになるぐらい有料級のね話させてもらってるんですけど、やっぱりねこれ残念なことにね会社的にも規制いっぱいかかってるんですよ。私のセミナーでねほんまに大切なことをお伝えしてる、そういった場にしてますから、ですので来ていただいた営業さんたちはほんまにためになる話でしたわってね、これやっぱ感動していただいてるわけですね。ですから営業力を上げたいとか、会社でトップセールスになりたいとか、営業力つけてねお金を稼いでいきたいとか、もう動機はねもう何でもいいです。もう最初はねもう私もねもうね売り上げ上げてねもうお金稼ぎたいとか、もう自由に働きたいって、もうそんなね動機でした。でも今はね営業コンサルタントとしてしっかり使命持って営業さんに営業を教えさせてもらってますから、だからねうちにもねコンサルタントたくさんいますけど、私たちのセミナーにねこれ参加していた方はどのコンサルタントよりもですねこう誠心誠意させていきますし、もうねあなたのね営業人生のねこれターニングポイントにこれ絶対させます。これ聞いてねこうセミナーはねやっぱまだいいかなって思われた方ですよ。それはまだいいかなではなく今なんです。今がね人生でねこれ一番若いんですよ。なのでぜひ売り上げ本気で上げたいって方のご参加お待ちしてます。即決営業。それではね今回の話まとめさせてもらいますと、トップセールスが使う制約率が爆上げするセリフ5選ですね。一つ目がね皆さんです。とにかくね日本人はねこう皆さんが大好きです。そして二つ目がこれ事実としてです。これはねほんまはね事実ではなく人ってね結構雰囲気で決めてるんで、雰囲気ね作るときにねこれめちゃくちゃいい言葉ですね。次に3つ目、これ我々です。もうね主語はねもうできる限り我々でいきましょう。次に4つ目がですねこれ A ではなくこう B なんです。これはねクロージングの時とかに使えるとこれいいですね。これね名言っぽく聞こえるんで、これお客様にねこれ刺さりやすくなります。そしてこれ最後にこれちょうどよかったです。これねお客様にちょっと嫌味なこと言われたらね、あーちょうどよかったですってねちょっと言ってみましょう。本日のこの動画を見てですね、勉強になったなとか、また良かったなって思った方はぜひグッドボタンやこれコメントいただけると嬉しいです。またこういうことを発信してほしいっていうリクエストがあればぜひねコメント欄にね書いてみてくださいね。あと先ほど言ってた私辰巳の無料体験セミナーですね、詳細はね概要欄にあるんで、ぜひねこの動画見終わったらチェックしてみてください。それではね今日はこの辺でねちょっと終わらせていただきます。また明日も営業活動頑張っていきましょう。即決営業の辰巳でした。ありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。